李官陽、李官陽、李官八1856年7月17日、旧暦みな、豊か6年6月7日から1926年2月12日は、李氏朝鮮末期から、大韓帝国期の政治家、君党は大空に、釈位は公爵。大韓帝国の内閣総理大臣、大日本帝国の朝鮮総督府中枢院副議長、などを歴任した。 全羅堂、松山州まで、高所九年、1八8三年に過去に合格し、高所十三年、1八8七年から、アメリカ合衆国で三年間の海外勤務を経験した後、国際派の政治家として、頭角を表す。開国五百四年、八百九十五年の、貧匹暗殺事件、日の戸羊事変の後、同年十一月二十八日に、 大院空派の政権打倒のためのクーデターを、新ロ派、新米派勢力のリハンススム、離反進む、ト学リジョ離ヨ用などと格索するが失敗に終わり、在米交換に逃げ込む。憲用元年、1896年に、構想が、ロシア交換に逃げ込む、ロカン派戦を成功させ、近甲州政権を瓦解させた後に、外部大臣、外務大臣に就任た。翌年には、 学部大臣、文部大臣になるが、ロシア講師、ウェーベルと対立し、地方に転出された。三岳五年、1901年には中央に戻り、新米派の立場を取って、新日勢力を圧迫するが、三岳八年、1904年の日露戦争を境に、日本寄りの態度を取るようになる。後部年、1905年、学部大臣だった、は、 第二次日韓協約の調印に賛成し、これを推進した。これに賛同した後大臣は反対派により木の富を俗に数えられている。後武11年、1907年、韓国東刊、伊藤博文の推薦により内閣総理大臣に就任。同年6月の構想が起こしたハーグミッシュ事件に、際しては日本側に立って退位を進めた。 これを推進した七大臣は後に日野と羊七族に数えられている。高宗は伊藤博文に大臣を仕切りに、陳に上位を進めてやまず、総徳のいいかにと質問し、伊藤は外臣たる当官は秋皇族のことに関して、断じて、会を、姿るる、口を挟む権利も義務も持っておりませぬと格闘して、余地を述べずに退出し、高宗は退位した。また、 第三次日韓協約の成立にも重要な役割を担った。その後特殊具での巡守の鎮貸式に出席している際に地底が焼き打ちを受け、李寛洋はこのくらいのことは金が寝覚悟している。古い家が焼ければ新しい家を作れるが、ただ無益の騒動で尊い人命を殺傷するのがいかにも残念だ。と述べた。龍広三3年。 1909年12月22日、明治町のフランス教会である、ミョンドン聖堂で、ベルギー国王レオポルド2世宝魚のアイトーミサニさん、列した際、警官に護衛されて帰るときに、キリスト教徒であり、反対勢力が送り込んだ資角のリアリア家に襲われた。リカンヨーは、人力車場にあり、飛び乗った防寒にまず左肩部を刺され、驚いて降りて、さらに腰部を刺された。 最初の一撃は肺に達するほどの深手で、次も腎臓を損傷する重傷であったが、大官委員委員長、菊秩紬三郎の承知で、奇跡的に一命を取り留めた。日韓併合問題が迫ると離職休養を望んだが、後継を、朴正順、内部大臣と張茂雄、長主ゲル王、工部大臣が拒否したため、引き続き留任。竜広氏四年。 1910年8月13日に、韓国党官、寺内正武から韓国併合の内容を伝えられた場で、李寛洋は、大体の内容を承諾したが、旧礼に従い官邸を対抗ではなく、王と称し、また、韓国を朝鮮という旧称に改めることを要求し、それを認められた。8月21日に、韓国党官不承人のもと、州から、 全権委員に任命され、22日に韓国併合にぜする条約、日韓併合条約を調印した。このことから後に、皇術国族に数えられるようになった。明治43年、1910年10月7日、日本のもとで白爵の爵位、朝鮮貴族を与えられた。大正9年、1920年には、小尺して、公爵となった。 大正15年、1926年には、大訓域課大受賞を授与されている、リオオケ以外の朝鮮人では戦前唯一の授与。その他、大正4年、1915年11月10日には、大霊記念賞が授与されている。大正15年、1926年、肺炎により死去したリアリア家に襲撃された際に、片方の肺の機能を失っており、 このことが原因とされている。なお、寛容の息子である、李久子宮は、大正十三年、1924年2月11日に、14位、君に当男爵に除されており、李男爵家として、すでに分家していた。そのため、寛容の爵位は、孫の李平吉により継承された。併合反対派からは、併合の元凶とみなされ、非難されたが、同時に、 彼への同情や共感も存在していた。それを表すエピソードとして、その葬儀は国葬でもないにもかかわらず、葬列が数キロに達したという。李氏サ支給によると、父に関与は気前が良く、いろいろな縁故を頼って訪ねてきたものを手ぶらで返したことがなかったという。独立後は、韓国植民地下の元凶の一人としての評価が強まり、悪を一心に受けた。 そのため現在でも韓国、北朝鮮において、李漢陽の名は、新日派、チニルパ、チンイルパ、売国奴の代名詞とさえなっている。李漢陽は、日野富子族、日野戸羊七族、公術国族のすべてに入っている、唯一の人物である。韓国政府によって公式にも、新日反民族行為者に認定されている。2005年に、韓国において、 新日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法が交付された際にも、新日反民族行為者財産調査委員会は、李漢陽を含む、新日白人の子孫から土地を没収し、韓国政府に帰属させる旨の決定を下された。李寛洋は、韓国の将来を考え、自主独立への道を模索していたと言われる。 独立協会の創設者の一人となっているが、日本に近づくも日本語を、決して学び、話すことはなかった、日本人との会話では英語を使用した。独立新聞の記事にも、理解用を批判する記事は一つも載っていない。また、当時から書道家としても評価が高かった。著書に、一道記事、一道記事出版書、1927年がある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。